本日の内閣改造に伴いまして、引き続き総務大臣、それから地域主権推進担当および地域活性化担当大臣を拝命いたしました片山義郎であります。どうかよろしくお願いいたします。総理からは今日官邸に呼ばれた際に、これまで同様総務省の課題、総務省その他の課題についてしっかりやってほしいというご指示がございました。特に総理の方からは具体的に例えば地域主権改革、出先機関改革でありますとか一括交付金化でありますとか、そういうその地域主権改革を進めてもらいたい、これは国の形を変えるというそういう理念のもとに進めてもらいたいということでありますとか、それから ICT の利活用を推進することによって国の新成長戦略に資するようなそういう政策を遂行してもらいたいとか、それから郵政改革、これは自見大臣と協力してということでありますけれども、郵政の見直しについてこれを推進してほしいとか、いくつかのその課題をいただきました。これまでも私なりに職務に全力を尽くしてまいりましたけれども、またこの際改めて身を引き締めまして全力で官内閣の一員として職責を果たしたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。ご質問どうぞ。はい、本日の閣議決定の4番目でしょうか、一括交付金の拡充や国の出先機関の原則改正など、地域主権改革を積極的に推進するとあります。これについて、一括交付金はすでに28億から5000億、出先機関についてもアクションプランを定めていますが、今回の改造をもって、これに加えて、何かそのプラスアルファで、改造内閣として積極的にするような方針をお考えなのでしょうか。今までなかったことをですね、この際新たに追加するということは現時点ではありません。これまでその私が昨年の9月17日に、第一次改造内閣に入って、今日まで進めてきた課題、それ今おっしゃったその出先機関改革、これアクションプランという形で、昨年の12月に示しましたけれども、それを着実に推進するということと、それから一括交付金化についてはとりあえずハード事業について都道府県分について5000億円ということからスタートしますけれども、これを市町村分まで拡大するということ、これはもう既定の路線であります。そうしますとその2年度目には1兆円を超えるだろうということになっておりますけど、これを推進するということと、さらにはそのソフトの補助金についても都道府県部市町村部について一括化を進めるということ、これはもう規定の方針でありますので、これを着実に進めていくということです。もちろんこれから、地域主権改革として、新たな課題が出てくる可能性はありますので、それは臨機応変に対応したいと思います。付け加えますと、地域主権改革と言えるかどうか分かりませんけれども、これは私が昨年9月に大臣に就任してから従来 の、 その地域主権戦略大綱に盛り込まれた課題に加えて、その自治体の自立といいますか、住民自治の強化を中心にして自治体を自立度を高めようということをやっておりますので、これもその昨年の9月以来進めていることですから、これも合わせてその進めていきたいと思っております。他ございますか。はい、はい、国会の新聞の中村です。今の大臣が住民自治の強化を進めていきたいということでしたので、これ9月 の、 先の会内閣の時にも新聞会見とおっしゃってましたけれども、改めて今後これ具体的にどのように進めていくかどうか考えているのかお願いします。はい、従来のその地方分権改革、それから政権交代後の地域主権改革というのが、どちらかというと、その団体自治の強化、自治体の権能を強くするとか、自治体の自由度を高めるとか、自治体の財政の自由度を高めるという、こういうことをもっぱら進めてきたわけですけれども、
もう一つの重要な要素であります、その住民の皆さんの意思というものができる限り的確に自治体の運営に反映しやすくするという、これが重要だと私は思っておりまして、じゃあこのために何をするのかといいますと、例えば一つは議会改革。これは議会というものが本当に住民の皆さんの代表として、ちゃんと民意を踏まえて、その意思決定をしたり、チェックをしたりしてますかという、こういう問いかけになるんですけれども、私の認識としては、必ずしも従前な力を発揮していない、これ、大変失礼ですけれども、一般的には必ずしもその満足のいく機能を発揮していないという認識を持ってますので、これがより機能が高まるようにする。それは地方自治法の改正という制度面の改正もありますし、それから実はその制度の改正ではなくて、その当事者たちの、当事者の皆さんたちの運用の仕方、運営の仕方に合うところも大きいものですから、それはまあ意識改革とか、注意喚起とかですね、そんなことも含めた議会改革というものが大きな課題になります。それから、その間接民政を補完する意味での住民の皆さんの直接的な政治参画の機会を拡充する。それはその直接請求制度をもっと使いやすくするとか、対象を広げるとかということもありますし、それから場合によっては、これはまあ、おそらく限定的な分野になると思いますけれども、場合によっては、住民投票によって、自治体のその政策決定を行う、意思決定を行うっていう場面がもっとあってもいいのではないか、まあ、こんな考え方のもとに、今、地方自治法の改正案作りに、その改正案作りを今、急いでいるところです。すみません、時間ですので、最後でお願いします。NHK の太田です。テレビ放送の完全デジタル化についてお伺いします。アナログ電波まであと半年ということになりましたけれども、まあ、ビル陰ですとか、新たな難所の問題ですとか、課題も山積しています。大臣は今、現状をどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。一部にですね、延期も検討すべきじゃないかという声も出ていると思うんですけれども、これについてどう考えますか。今日は長い間、この計画を進めてまいりまして、まあ、ほぼ、その見通し通り進んでいると思います。昨年の9月の時点での、その達成率が9割を超えているというデータも出ておりまして、それが昨年の11月の末に、例のエコポイントの制度が切り替えになりましたので、その時に駆け込み需要ってありまして、ずいぶんテレビが売れておりまして、まあ、最新のデータはまだ取れてないんですけれども、さらに、その、率は上がっているんだろうと思います。で、もちろん残っているところがありまして、これが市として、例えば高齢者の皆さんの世帯でありますとか、それから所得の低い方々の世帯でありますとか、それからさっきおっしゃったビル陰とか、そういうその、まあ、難所町といいますか、そういう要素のあるところ、これがまだ残っておりますので、そこに全力を挙げているところであります。で、これについてはすでにもう、その今年度の予算で措置されておりますし、それから、昨年の 臨時国会で成立した補正予算でもそれが措置されておりますし、来年度のこれから国会で審議していただく来年度予算にも必要な予算を盛り込んでおりますので、それらを使いながら、その最後の追い込みにかかっていきたいと思います。で、まあ、いろいろご意見もありましてですね、当たってない意見もあるんですけども、できるだけそういういろんなご批判とかご意見には謙虚に耳を傾けて、で、その推進するために必要な施策であれば、これからも柔軟にそれを考えていきたいと思っております。で、一部にあると、まあ、おっしゃった、その延期すべきではないかということは、私は必要ではないと考えております。はい、以上をもちまして片山大臣の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。